第3問、はい、はい、こちらです。長い、罪人だ。ベビーカーを押してるお母さんがいたので、エレベーター開けてもらってたら、乗らなくていいですと怒られて、閉めるボタンを閉まる前にそのお母さんがすぐに上がるボタンを押したらまた起き上がるでしょう。だからいいですってとお母さんに切れられて、今内藤さんが何もしてないのよね。怒られちゃったんだ、はい、お前めっちゃかわいそうじゃん。え、やばい、これは難しい、ちょっと難しいですね。実はこれ、内藤さん悩んでるじゃないの、絶対内藤さん人を変えさない人を変えさせるぐらいだったら自分が背負ってきた。こんなこと言うと俺背負って思ってましたけど、じゃあ、清水さん、はい、と、泣きながらツイート、あ、はい、面白いツイートしてくるならこれが正解だと。清水さんどうぞ。ルームの事務所、今ここ、ああ、これは今ここっていうのを先生に考えて、今ここがいいね。でも今ここ場所を出すことでもあるから、今場所を見て、やばいでしょ。哲也さんどうぞ。試しにすっごいちゃんとボケたんじゃないかなっていうやつですね。なるほどね、はい、エレベーターの扉、ウィン。お前やったわ。これはもうやっぱ内藤さんしかできない。頼む、これでやってくれ。CM に行く時のドアの立て付けが悪い。おい、ちゃんと大喜利してんな。これはでも東海オンエアじゃないですか、皆さん、ちょっと今は。